どうもこんにちは、アメメです。今日もバーサスフランスの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。ちょっと実は風邪をひいていまして、ちょっと鼻声なんですが、解説していきます。右側ですね。お互い開幕 TSD で、ティスピンダブル、ティスピンダブルと打って、総裁してますね、これ。総裁してて、まだ総裁している。これは合格。こちら、ダブルダガー。ダブルダガーだけど、一回打ってからにしましたね。で、攻撃が直列できていって、フランスもまあ割と直列できているんで、まだ五分かな。TSD 打って、フランスはホリレーン3連まで。あ、ここ、TSB ミニで、BTB 継続させてからテトリス。で、T ミノ、I ミノ、S ミノまで繋げて5連。ここで堀のルートですね。Z ミノまでの、じゃない、S ミノまでの、2連で掘ってって、しっかり地形整えてから、中開けてとですね、火力が出そうな地形に対し、フランスが結構穴場がいっているので、これは若干有利に なってますね。受けてから、火力を送っているが、どうだろう。3ライン消し、2ライン消し。またここら辺で5分になりましたね。2ライン消し。さあ、どうだ。総裁当てて。テトリスからティースピンダブル。さあ、かなりフランス地形高くなってる。ティースピンダブルと打って刺さる。今のは、ティーミノが突き刺さっちゃったのかな。多分、ティーミノを行って、アイミノでテトリス打とうとしたけど、ティーミノが、超えずに刺さった感じかな、多分。これ DT 砲ですね。DT 砲に対し、フランスが、平積み。で、総裁外して、中開けテトリスですね。まあ、それを見て、こちら DT ね。まあ、シャーナも結構、左側で直列できているので、これは強そうだ。4連、5連、6連、7連目のテトリスで、8連目のシングルから、9連目のシングルで、10連目の、ジェミノの2ライン消しなんで、強いですね。一番最後の10連目が、2ライン消しになっているので、シングルよりもちろん2ライン消しの方が、連の継続中は火力高いですからね。あそこまで繋がるんで、まあ強かったですね、さっきの。やっぱりその下穴が直列で来ていたっていう分、かなり火力になりましたね。さあ、これ削ってって、Z ミノまでか。ティースピンシングル。さあ結構こちら地形高いんで、しっかり総裁当てて、これ掘りに行った。アイミノ、ティーミノ、ティーミノまで、シングルで、総裁当ててって、フランスが、エルミノの置きミス。さあ、その置きミスしてる間にしっかり掘っていきたいですね。エルミノ、ジェミノと、うまい感じにどんどん掘ってって、地形に余裕持って、シングル。ティースピンシングルで、シングルからテトリス。T ミノ、S ミノ、J ミノまで、じゃない、Z ミノまで繋げたけど、フランス側も結構、結果かなり、ホリレン続いたんで。まあ、まだまだこれからですね。総裁外して、TSピンダブル。から、ホリのルートで、そこで途切らせて、TSピンシングル。から、テトリスで、さあ、フランス側だいぶ大きいミスしてる。かなり地形辛い上に、総裁外したが大丈夫か。削って、エルミノミスって刺さる。まあ今のエルは致命的っすね。あそこが一個、左側にずれていれば、まあアイミノまで削れたんで、まだ試合は続いてたものの、一個ずれて刺さる。まあ今のは致命的なお秘密ですね。まあでももともと地形がかなりフランス側辛かったのに対し、しっかりティースピンダブル、総裁外してしまったんで、それがまあ事故になってしまった。感じかな。総裁当てた方が良かったですね。もう一個見ていきましょう。これは TSD かな、開幕 TSD に対し、開幕フランスは TSS、T スピンシングルですね。TSD からのインペリやろうとしたが、ちょっとホールドミスか何かでミスる。しかし、それをうまい感じに、3ライン消しから、T スピンダブルでリカバリーする。フランスめちゃくちゃ積み込んでますね。かなり火力が遅れそうな地形ではあるが、
若干迷ってるか。さあ、こちらそれ警戒して、できるだけ総裁当てたいところだと思っていたが、これまあ、テトリスまで連繋がるんで強いですね。フランスも6連だったけど、こちらまあ、オリ連でテトリスまで繋げられたので。これは、フランスは積み込みの3列ね。そし、それに対して、こちらはどうだ？普通に、テトリスで総裁当てて、6連までか。もうちょい連が繋がってたら、かなり危なかったかもしれないけど、まあ、6連だったんで、言うほど、不利にはならなかったですね。あ、こう削ってって、TSD で総裁当てる。相手がまあ、BTB 付きの攻撃じゃなかったんで、総裁に当てましたね。BTB 付きの火力だったら、5ラインに対して、4ラインなんで、穴丸が来てしまうので、おそらく総裁を当ててなかったと思いますが、まあ、BTB がついていなかったので、そういうとこもしっかり見ながら、できるだけ穴丸が来ない立ち回りというのも、テトリスにおいて重要なので、ここら辺も意識するだけで結構変わってきますね。さあ、これは Z ミノから T ミノまで。それに対してフランスは、5連までか。地形的にはちょっとこちらの方が、辛いかなと思ったけど、そうでもないか。T ミノからアイミノまで掘ってって、さあどうだ、テトリス、ピスピンシングル。まだどちら何とも言えないですね。五分かな。削ってて、ちょっと T ミノ遠いぞ。T ミノ遠いが、T スピンダブル。から、T スピンダブル、テトリス。J ミノ、L ミノまで削って、3連。さあ、フランスがここで相当穴場でいってるんで、これで相当有利になりましたね。しかし、俺を置きミスしている。その置きミスを、J ミノ回転入れでリカバリしましたね。ただ、かなり押し切れそうな場面だったんで、あ、置きミスもったいなかったですね。さあ、その間に復帰されてしまった。さあ、これも、まあ、地形的にまだまだ五分かな。6連、7連、8連。総裁当ててるけど、まあ、穴バレ的には、こちらの方が有利か。テトリス、Z ミノから、L ミノじゃない、J ミノ。で、地形的にはまだ有利だが、だいぶフランス側も掘り切れてるな。テトリス、TSD で、あー、T スピンダブル間に合わなかったか。T スピンシングルを打てれば、一応耐えれてはいたかな。でもまあ、こちら地形相当いいんで、T スピンダブルからテトリスと打って、まあ、どちらにしろ刺さってたかな、多分。アイミノ置いてから T スピンダブル打って、すぐに火力を構築すれば、まだ、フランスが耐える余地あったかもしれませんが。まあでも、地形は相当有利だったんで、どちらにしろこちらが有利でしたね。さあ、ここはアミミアフ打って、T スピンシングル。T スピンシングルからテトリスで、どん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 火力を送って、これは相手の地形が辛いのを見て、総裁外してから T スピンダブルテトリス。で、これでだいぶ有利になりましたね。T スピンダブル、テトリス、総裁外して T スピンダブル、からもこれどん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 火力出そう。T スピンダブルから、おっと、TSD テトリス打とうとしたけど、左端にアイミノを置いてしまって、置きミスしましたね。あ、テトリスって、しかし刺さる。フランス側もちょっと置きミスしてたのかな。結果的に置きミスしたけど刺さりましたね。火力はまあ、そこそこ送っていたので。さあ、DT4 で、フランスが平積み。これはまあ、よくある光景ですね。こちら DT パフェ組みに行って、T スピントリプルからあるか？ある。DT パフェあるぞ。さあ、これはエルミノ、Z ミノと DT パフェ取って刺さる。まあ火力が来なかったんで、パフェ取って刺さりましたね。火力が来れば、結構そのソフトドロップが多いパフェだったんで、まあお邪魔が来て取れませんでしたけども。火力が来なかったんで、パフェ取って刺さりましたね。ちょっと置きミスしてたのかな、おそらく。少しでも火力が来れば、パフェは取れなかったんですが。もう一つ見ていきましょう。
これは DT 法ですね。DT 法。DT 法のつもりで DT 法組む。フランスは、多いですね。中明けテトリスが多めですね、開幕。さあ、それに対して、こちらは DT 連かな。さあ、ちょっと大美濃の置き場所間違えたぞ。あれ、危ない。下穴も埋めてるし、しかも、その後のちょっと形も良くないんで。さあ、テトリス撃たれるけど、BTB テトリスで総裁にやってて、何度か耐えに行く。さあ、フランスめっちゃギリギリまで打ち切って、総裁外してきますね。かなり、ゴーイングメリーゴーなプレイングをしてくる。T スピンダブルから、ホリレン繋ぎたいが、いまいち、うまい感じで掘れてないですね。テトリス打って、エルミの、アイミの、T ミの、アイミの、エルミの、Z ミのまでかな。5連まで。この掘りは結構強い。あ、テトリスと打って、ホリレン、エルミの、J ミの、アイミの、Z ミの、Z ミの、S ミの、O ミの、T ミのまで強いですね。9連。これは強い。しかし、フランス側もかなり軽く送って、しっかり操作やっててますね。さあ、TSD で、TSD からテトリス。さあ、ここで操作当てられなかった。ここで操作を当てられなかったのは大きいぞ。操作を外すことに成功できたので。さあ、LJ イリュージョンと打って、LJ イリュージョンテトリス。さあ、エルミノが超えずに刺さる。まあ、超えたとしても、どんどん火力を振ってテトリス、さらに T スピンダブルと。あ、これは火力が高かったですね。あそこでやっぱり操作、フランスが間に合わなかったのが、地形が高くなって、そのまま刺さった感じかな。どんどん総裁当てるしかなかったですね、あの状況は。無理やりでも速度出して、総裁を当てないと、ちょっと、かなり不利になる状況だったので。さあ、これ直列で来ているんで、穴馬で強い。受けてから、T スピンダブル、テトリス。まあ、地形的にはこちらの方が一応いいかな。Z ミの、アイミの、アイミの、J ミの、で、まで繋げて、から TSD テトリスで刺さる。まあ、これ、しっかり穴を利用した、いい火力の送り方でしたね。ホリレンで、しっかり、相手を自利品にさせてから、レーンを途切らせて、相手画面を一回チラ見して、T スピンダブルからテトリスで刺していくと。やっぱり、チラ見重要ですね。あ、これ、DT パフェのいつもの形で、テトリス、綺麗に打って、テトリス。しかしまあ、テトリス、フランスも打てる。が、これ穴いいぞ。穴がかなり直列できてるんで、火力が出そう。さあ、その下穴を利用して、めちゃくちゃこれ穴直列。アイミのアイミの繋げて、エルミの、エスミの、オーミのまで。さあ、強い。あ、これは ?T スピンシングルから、テトリスで、フランス側、アイミの間に合わずに刺さる。まあ、今のアイミの間に合ってれば、一応耐えれてはいたけど、アイミの刺す前のアイミノの縦置きがちょっと地形を悪くしていたので、まあ、どちらにしろ間に合っていたとしても、こちら側が相当有利ではありましたね。まあ、下穴も良くて、かなり火力も遅れていたので。やっぱりその、あれだね、ギリギリ間に合うか、一手間に合うか間に合わないかっていうのがテトリス対戦大きいね。こう見るとやっぱり。あと一手って思っても、その一手がやっぱり間に合うか間に合わないかで勝敗がかなり決するので。はい、じゃあまあこんな感じで今日もお疲れ様でした。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。